はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2024年の9月22日日曜日ですね。今日はこちら東京ディズニーランドにやってきました。で、今現在はですね、まだハロウィンのイベントやってないんですけれども、実はですね、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーではすでにグッズとか、あとはハロウィンのメニューも頼むことができます。で、今日はですね、今からそのハロウィン限定のチュロスを頼んでみようかなと思いますので、今からね、早速食レポしますから、ぜひ参考にしてください。で、それではね、買いに行きましょう。ペコスビルカフェです。メープルパンプキャン味のチュロス、ちなみにチュロス販売してからもうディズニーランド4回目ですけれども、非常に空いてますね。まあ、今現在ね、ピコスビルカフェ大工事してるんですけれども、この工事のせいでね、やってないって思ってるのかもしれませんね。もうね、そんなに混んでるって思ったことないですね、今のところ。去年とかはね、もうここずらーっとね、向こうまで列行ってたんですけど、全然ね、余裕なんですよ、最近。でも500円って安くていいですね。そして匂いがすごい。はい、買ってきました。こちらがメープルパンプキンチュロスです。めっちゃいい匂いします。で、この取っ手の紙なんですけれども、いろんなキャラクターがいるみたいです。今回はピートでした。レジ前のショーウィンドウにはフルートのデザインになってましたね。では早速食べてみたいと思います。美味しそう。はい、では早速食べてみたいと思います。いや、めちゃくちゃね、いい匂いしますね。まあ、メープルの匂いもするんですけども、確かにほんのりかぼちゃの匂いもしますね。いただきます。うん、もうね、めっちゃザクザクでね、歯ごたえ最高。いいね。もう外カリ中ふわって感じでね、めっちゃ歯ごたえがあっていいですね。で、このね、チュロス自体が黄色くてパンプキンの味するんですけど、甘すぎなくていいですね。で、このチュロスのね、周りにはオレンジ色のね、パンプキン味のザラメもついてるんですけれども、これがまたね、甘くて美味しいですね。もうこれで500円だったら全然買う価値ありだと思います。ということで、本日はですね、こちら東京ディズニーランドのペコスビルカフェで売っているメープルパンプキン味のチュロスをご紹介させていただきました。めちゃくちゃ低価格でね、美味しいので、ぜひ皆さんも食べてみてください。それではですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方は、メンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。